サッカー英語エストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れてらっしゃる名古屋 FC の監督尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。よろしくお願いいたします。よろしく。なんかおじさんの司会だと俺も緊張しちゃうけど、シロさんご無沙汰してます。はい、ご無沙汰です。よろしくお願いします。今日は名将樋口シロということで。とんでもございません。もういやいやいや、まあシロさん、そういうことでね、四中高の強さの秘密っていうのは、これ多分歴史がある程度物語ると思うんですけども、その辺のところも四中高の強さ、シロさんから見て何年監督やってたんですかね、まず。シロさんが何年？僕が、24年監督やらせてもらいました。じゃあその前のところから行くと四中高が全国区になるところの強さの秘密は、オブザーバーなところから監督まで全部知ってお見えになると思うんですけど、はい、ちょっとその辺のところをかいつまんで教えてくれるんですか。最初からですね。そうすると、四中高といえばもうやっぱり私の師匠であるジョー先生が、そうですね、そうですね、創部と創立とともに、うん、作りまして、うん、で10年目ですね、三重県で、一番になられたと。おお、それでも10年やっぱりかかってみるわけですか。そうですね、伊賀上野の方が強い時期で、あ、上野高校、上野工業っていうところとかですね、あ、まあ忍者の地域ですな。はい、やっぱそのところで、ジョー先生ももともと上野出身なんですが。あ、そうなんだ。はい、それで、まあ、四中高の創立とともにサッカー部を立ち上げ、うん、で当時、まあ、少年団が四日市にでき始めた頃だったんですね。あ、はいはいはい。それで尾崎さんとも親交の、そうだね、そうだね、久喜さんですね。うん、そうですね、やっぱエースファーの監督されてる久喜さんの、まあ、小学校時代から四日市のサッカー少年団が始まりまして、うん、その時のいいメンバーがごそっと四中高に入ってですね、うん、あ、それ以前からまあ一番になってたんですが、うん、選手権でその久喜さんの時にベスト4に入られたと。そうか、やっぱり久喜さんのところが、まあ、一番のスタートのピークっていう感じですかね。やっぱり全国に出て2回目か3回目だったと思うんですが、 2回目かなの時に、やっぱり全国ベスト4まで、大阪開催だったんですが、はい、それを我々が、小学校とか中学校の時に見まして、テレビで、もうこれで45行こうと。あ、なるほどね。その久喜さんたちの、まあ、レジェンドを見た我々が高校に入って、で、首都圏開催になったんですね。うん、首都圏開催になって国立競技場っていうものがちょっとこうバーンと、国立っていうような話が出始めて、爆発的に人気が出始めたと。なるほどね。はい、今から約40年ちょい前の古い話にはなるけれども、何を隠そう、この尾崎さんも四中高のあの山吹色のジャージに黒のアディダスの3本ラインにありましたよね。ありました、ちょっとオレンジっぽいやつですね。あれに憧れてたんですよ、実は。中学から、はいはい。で、まあ、4中高と試合をやるのがもう楽しみでっていうわけにもできないもんですから、はいはい、まあでも国体の代表になってから4中高と試合やって、僕もサッカーをこう志そうというぐらいになったんで、僕にとっては4中高というのは憧れの高校だったんですよ、実は。嬉しいですね、それは本当に。いや、でもその後に四郎さんたちがね、やっぱ僕らのちょっと下で活躍された時は、なんか自慢してましたもんね、なんか関係ないのに。でもそこがやっぱりスタートで、四郎さんたちまでどんどん続いて、やっぱ地域密着っていうのありました、やっぱり。四日市っていう。僕らの時はもう四日市近辺の子ばかりでしたので、うん、で、まあ、今みたいにやっぱサッカーの
底辺が広くない時代でしたから、うんうんうん、国際児の少年団から育ってきた子たちが、まあ、頑張ってトレーニングをしていう、うん、そんな時代ですよね。それはやっぱね、今のサッカー子供たちは四中高っていうのはこう強い伝統校っていうふうに見てますけれども、はい、それはやっぱり今の久喜さんっていうのはその J リーグがない時代じゃないですか、あるよね、はい、そうするとシロさんたちだってこう現役時代を知ってる僕らみたいなジジイは別ですよ子供たちってのはあんまりわからないけども、はい、J リーグができてからのこの選手シロさんの教え子たち、はい、この辺は どの辺が一番最初なんですか。僕が正式採用になって四中高へ赴任したのが、うん、小倉、中西、中田というサンバガラスが3年生の時なんですね。あ、ジョー先生がまだ監督をやって見えて、で僕が三重県の採用赴任して赴任をして、彼らが3年生の時に、選手権で優勝して、で彼ら卒業と同時に J リーグができたと。おー、ということはやっぱ華やかなところの入り口にシロさんは、ま、舞い降りたっていう感じだね。そういい言い方すりゃ指導者としてまあそのいいスーパーなメンバーと出会えたっていうことはやっぱ大きかったですね。まず、うん、昔、ま、前も話した時僕が運と縁って言ったけど、はい、まあ、まさにシロさんの持ってる運とそのサンバガラスとこう指導者の走りに出会ったっていう縁があったってことですね。そうですね、まあ、それまで現役プラス、まあ、高知県選手で、うん、まあ、PGM のホンダ PGM でやらせていただいてたので。ああ、そうかそうか、そうだね。ですので32ですね、うん、僕が四中高赴任したのが。ああ、そうかそうか、現役、ああそうかそうか、32だったか。そうなんです。で4年間コーチを経て36で監督に ならしてます。だからあれだよね、考えてみればその32っていうそのまあ若手でもなくベテランでもなく、その吉田君、はい、血気盛んだったんだよこの人いやそんな風にはもう全然お見にならないですけどね。そうでしょ、そうでしょ結構ね、僕現役の時一発退場とかありましたけど。そうなんですか。まあ一回だけですけどね。割とですね、まあこれソフトには見えるんですが、まあ瞬間弱がし的なところも。そうそう、本当今からするとその僕なんかちょっといかついく見えるけど、シロさんなんて優しいおじさんだもんね。それがまあ、なんと言ったらいいか、その結構盛んだったよ。あんまり詳しいことは言えんけどいやもうそれは32ですからね、まだ体も動くし、そういう時にたまたまそういうこう、まあ自分も日本のトップリーグでやらせてもらってたので、そうだね、そういうこう、なんて言いますかね、タイミングとかね、大倉たちとそういう、まあ彼らにとっても、うん、僕みたいなジョー先生との間に入る、うんうん、兄貴分的な、うん、存在っていうのがあって、で日本のトップはこうなんだよと、代表行ったらこうだぞみたいな、まあ、そうですね、タイムリーな話っていうか、彼らにとってもちょっと興味あるところはあったかなと思うんですけどね。まあ、まさにその現役上がりのね、シロさんが来られて、高校生からすればね、後々は素晴らしい選手になりました。もうその高校のスタートの時はやっぱりシロさんの影響は大きいでしょうな。だからシロさん、まあ、今日ここで、はい、すいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またあったら違う時で、たまにはいいでしょう、こういうのも。まあ、ズームだね。はい、また誘ってください。またお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。